皆さん、ボコナジは。いやー、最近農場が充実してきたね。まあ充実はしてるが、ここに力を入れすぎじゃね。これも効率化のためだね。これで農民や司書さんとの交易でたくさんのエメラルドが手に入るね。そういえば前回のコメント欄で、一箇所サトウキビを植えてない場所があるって書いてあったわよ。ほら、ここに。ほんとだ。全然気づかなかった。いやー視聴者さんはみんなちゃんと見ててすごいよ。ってなわけで、早速植えていこう。場所は、左から2番目だったよな。ああ。で、そういえばサトウキビ畑って2列にするんじゃなかったか？うん、もちろんするけど、さすがに農場建築パートが続いたから今日はしないよ。よし、これでオッケー。で、今回は何をするの？海底神殿の水抜きか？いやー、それも地味な作業だから、今回はちょっとお出かけをするよ。その前に、ちゃんとガラスを元の位置に戻してと。お出かけって、冒険に出かけるの？こないだは廃校探索したよな。しかも大して成果がなかったし。それは言わないお約束。まあ、洞窟探検ではないよ。でもちょっと遠出をするつもり。廃校に行った時は北の方角だったから、今度は逆に南側に行こうかな。南側は、一応地図埋めはしたんだよね。だったら東でもいいんじゃない？東はメサを見つけた時に行ったからな。だから、とりあえず距離1万まで行ってみよう。あ、一応地図のコピーは持ってるよ。距離1万か。メサ探しのことを思い出すわね。この南側の地図は大体どれぐらいの距離なんだ？2、3000ぐらいかな。そうか。となると結構な長旅になるかもな。そうだね。もうちょっと食料を持っていこうか。食料はもちろん、あれだよ。ああ、焼き鳥か。本当はもうちょっと回復できればいいんだけどね。将来的に、牛の焼肉製造機を作ろうかな。焼肉だったらゲージ4つ分回復するからな。早く作りたいな。ま、それはいいとして、早く出かけましょ。うん。あ、そうそう、最近拠点を移したことによって、かなりゴーレムトラップが稼働してるんだ。へえ、結構ホッパーとか使ってるのにな。これを見てくれ。ほら、こんな感じ。すげえなこれ。なんか、ポピーが面白い配置で並んでるわね。4対1の割合で鉄とポピーが分かれてるな。面白いわね。でもあんた、将来的に、アイアンタイタン作るんじゃないの？もちろんそのつもりだよ。もうやりたいことだらけで困るな。水抜きとデパートも忘れずに。倉庫の仕分けもな。よっしゃ、早速出かけようか。多分この地図はすぐに意味がなくなるかもだけどね。いやー、新しいバイオームが見つかるといいわね。下手くそ。うるさいなー。お、地図の位置が動き出した。地図の端の座標がいくつなのかちゃんと見ておこう。お、だいたい2000ぐらいか。2000? 意外と少ないな。まあでもエリトラで飛んでるからそう感じるのかもね。うん。さて、どんどん進んでいくよ。この辺りは砂漠か？だが、やけに狭い気がするが。あ、っていうか奥は雪原じゃない？おお、雪原は珍しいんだぜ。ちょっと行ってみようか。え、ちょっとこれは？え、これって、まさか、樹氷じゃねえかー。おー。マジなやつじゃねえか。いやー、まさかの樹氷を見つけちゃったね。うん、ほんとだったら距離1万まで行く予定だったもんね。半分の5000ぐらいで来られたな。しかもほぼまっすぐ南下しただけだから、これならいつでも来れそうだよ。ああ。いやーそれにしても、すごいバイオームだなここは。私も他の実況者さんの動画で見たことはあるけど、いざ見てみるとすごいわね。いやー、見つけたかったバイオームの一つが見つかって本当に嬉しいよ。せっかく樹氷に来たんだから、この氷は持って帰らないとね。ああ。だが、別に普通の氷でもいいんじゃないのか？いやいや、この氷は氷解って言って、絶対に溶けない氷なんだよ。いやー、幸いシルクタッチ付きのダイヤのツルハシも持ってきたし、早速回収していこうかな。シルクタッチじゃないと壊れちゃうんだって？確かそのはずだよ。へえ。せっかくだから大量に持ち帰りたいよな。
うん、それに関しては大丈夫。シュルカーボックスもたくさん持ってきたし。このツルハシの耐久値がなくなるか、シュルカーボックスがいっぱいになるかどっちかで終わろう。はたまたポコニャンのやる気がなくなるかもっていう選択肢も出てきそうだが、それはすごくあり得る。いやないから。よし、次はこれにしよう。ツルハシの耐久値ってかなりなくなるの遅いよな。ま、採掘速度もかなり速いし大丈夫でしょ。よし、ちょっと一回一番高いところに登ってみよう。ああ、上からの景色も気になるもんな。よし、ここにしよう。よし、完璧。うわぁ、絶景だわここは。ほんとだな。今まで見たことない光景だぜ。すごい。この氷すべて取り尽くしたらどれぐらいの量になるのかしら？わかんない。多分想像以上の量になると思うよ。そういえばこの樹氷ってなんか宝とかあるのか？確かないと思うけど。でも、もしかしたら地下とかに何かあるのかな？ほら、メサの時は廃坑があったし。なるほど。一度調べてみる価値はありそうだな。今回はやらないけどね。さあ、どんどん取っていくよ。ちょ、痛い。あ、いつものやつね。何遊んでんだよ。遊んでないから。ちょ、このままじゃ圧死しちゃう。ポコニャン、死因、圧死ってか。なんだかそのセリフ昔を思い出すわね。それってマリサを背負ってシリーズじゃないか。そんなことより見えない妖怪を見つけなきゃ。あった。いやー、このバグは全然治る気配がなさそうね。そうなんだよ。早く掘りすぎるとよくこうなるんだよね。これって確か、一度タイトルに戻るといいんだっけか？そうね、そしたらブロックが復活してるわ。あ、だからたまに浮いたブロックが存在してるのか。これのせいで整地が面倒なんだよね。よっしゃ、一段落ついたぞ。え、一段落って、まだまだ妖怪が残ってるじゃない。いやいや、これでもちゃんとツルハシの耐久値ギリギリまで取ったよ。へぇ、これでか。一応下に見えてる穴が取った後だね。ふん。で、結局どれくらい集まったの？意外と集まったと思うよ。耐久値ギリギリだからな。とりあえずここにあるシュルカーボックスだね。確かもう一個あったと思うんだけど。どっかに行っちゃった。ってなくしたのかよ。あはは。そのうち見つかるかな？とりあえず3チェスト分くらい集まったね。これならいろいろ何かに使えそうね。いやぁ、これでやりたいことがまた増えそうだよ。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。